立ってます。はい。しかもなんか結構重いですよ。今までのしなりとちょっと違います。結構これでかいかも。予想は何ですか？重さ的にはサメ系なんですけど、結構でかいですね。はい。ただちょっとそこまででかい餌は使ってないんです。いつもサメ狙いだとイカ一匹がけとかでもう完全にそれで狙いに行くんですけど、今短冊とかなんですね。はい。あ、でかいな。結構いいサイズ。久々のデカさかも。お、デカいですね。そんだけリールがあんまり負けないの珍しいです。普通のサメでも7、8キロだったらもうちょっと上がってくるんですよ。10キロくらいですか？じゃあかもしれないですね。それか7、8キロが2キロか、あ、2匹かかってる。うわ、ブリー、はい、それを深海から引っ張り上げてくるってことですね。はい。当たりはどんな感じですか？小刻みなやっぱり当たりです。どんなサイズでも小刻みな感じです。はい。多分こんだけ糸が出てるから打ち消されちゃうんでしょうね。はい。下では相当暴れてても何秒前の出来事なのか伝わってくるのは。水位歪みます。はい。何でしょう。でかい感じはなかったんです。なんか合わせて巻き始めたら結構サイズ感が、はい、引き流しの仕掛けに変えたんです。一番長い針数の部分が針数が80号で、もう一本は20号ぐらいなんで、もう一本の方にかかっちゃってサメとかだとちょっと張りすぎれが心配です。すごいですね。はい。でしかもこんだけの時間を暴れながら上がってくるんで、体操とかに触れたりとか、どんどん摩耗していったりして、それで切れるという形になってくるんで、簡単に見えて意外と難しいです。言われてましたが、漏れてしまう。容量が少ないので、
になります。この水深だと、まあ、それこそ東人とかさっきのギスみたいなやつだと11分ぐらいで上がってくる。10分ぐらいで上がってくるはずなんですけど、回して5分20分、うん、もしかしたら若干早い、 400m なんだ、まあ、10分ぐらいで上がってくるわ。結構しなくて結構しなくて、はい、めちゃくちゃ熱くなる。普通にやったらダメージでかい、やばい。こういうのはい、もうハーネスでがっつり張らないと、やだ、もう膝で支える。片手でいくつも選手だね。いつも釣り終わるとめちゃめちゃ膝が赤くなってる。さすがに膝だけ鍛えることができない。やっぱやりたてとかだともう背筋とかも結構あの筋肉痛になってたんですけど、もうだいぶこの深海手巻きで使う筋肉は慣れてきたみたいで、もうちょっと腕が重いかなぐらいで済みました。大丈夫です。筋トレしてもいいかも。はい。しかも獲物がついてくる可能性があるという。はい。釣れるやつは20種類ぐらいいるんですけど、サメが。ただ僕らが釣ってるのは8種類9種類ぐらいをずっとループしてる。新顔がなかなか出てこない。新顔見たい。はい。さあ、数十メートルです。上がってきたらその魚メインで、はい、だいぶ近くなってきました。深海ガチャですかね。いや結構効いてますよ。はい、最後にこの抵抗で明るくなって光を感じ取ると、やだやだ眩しいって言って余計暴れるんです。はい。さあ間もなく近いです。
でかい。すごいでかい。